国際化が進む社会で活躍していくには、英語でコミュニケーションを取る力が必要です。今回は、子どもたちが英語に興味を持ち、学習する意欲を高めるための県の活動をご紹介します。平成23年度から全国で小学5、6年生の外国語活動が必修となりました。県内すべての公立小学校でも週に1回友達と会話したり、オリジナルの劇を作って英語でコミュニケーションを取る力を育てています。外国語活動を通じ、子どもたちの聞く、話す力を伸ばすためには、もっと早い時期から英語に触れ、英語への興味や関心を高めておくことが効果的です。そこで県では今年9月から県内すべての公立小学校で4年生を対象とした英語活動を開始しました。この小学校4年生で英語の学習に対する意欲関心を高め、これを5、6年生の外国語活動へとつなぎ、その後中学校、高校、大学での学習はもちろんのこと、生涯にわたって英語を使い続けることで、福井の子どもたちが豊かな人生が送れるようにするということが目的です。それでは実際に小学校で行っている活動を見てみましょう。まずは元気に英語で挨拶。この挨拶は活動が進むにつれて、私は元気ですなど、自分の気分や体調に合わせた言い方などの表現方法を増やしていきます。英語の歌を歌って、英語のリズムに慣れた後はDVD を視聴します。この DVD には世界各国の子どもたちが登場し、自分たちの生活などを英語で紹介します。県では DVD 映像の中から特に子どもたちが親しみやすく、国際理解に役立つ部分を取り出して使用しています。映像には毎回違ったテーマを設定。今回はアメリカの小学校の1日を知ろうです。子どもたちは日本の学校との違いなどに気づきながら、外国の生活や文化への関心を高めていきます。そして DVD の内容に関係した英語の言い方を練習します。今回は教室、クラスルームや勉強、スタディなどの英単語を手拍子のリズムに合わせて発音したり、先生の発音する単語を聞き取り、キーワードに反応する速さを競うゲームを行いました。このように体を動かしたり、ゲームを楽しみながら英語を聞いたり話したりすることに慣れていきます。最初は英語がすごく難しいと思っていたけど、英語の授業を受けたら簡単になりました。外国に行って、外国人と喋ってみたいです。楽しく英語に触れることが将来の英語学習の効果アップにつながるんですね。ご家庭でも子どもたちと一緒に英語の教育番組を見るなど、英語に慣れ親しむ機会を設けてみませんか。